NASA の人工衛星から観測された福都効果の場の変色水福都効果の場とは、北緯24度17分6.0秒統計141度28分54.0秒、北緯24.28500度統計141.481667度、2 4 2零零百四十一点四八一六六七に位置するソメニアン,ン岩の海底火山であり、 北福徳カルデラ内の中央下高級である。有史以来たびたび噴火し、時には海面上に新しい島を形成するまでに成長して、新王島と呼称されていた。しかし波浪により、海没し、2010年の時点では、島はなく最安水深し25メートルほどの祇用となっていた。その後も海上保安庁や、 海上自衛隊による調査が行われており、2007年、2008年、2010年、2013年にも変色水が観測された。気象庁の説明によると、明治以降で噴火が少なくとも7回確認され、1986年までに島が3回生まれて消滅し、2021年にも新島が形成された。 波浪の侵食などで、福徳岡の場の新島が消滅しやすいのは、溶岩でなく、軽石が積もってできているためである。噴煙が上昇、内部から噴石が放出され、コックステール形状を呈している。すべて、海上保安庁により1986年1月20日に、撮影、ありがとうございます。